うん、食べない。何食べてた、食べないですね。ということは沖縄産の農業、農産物を食べてないということも認めざるを得ないんですよ。ね、食べてないです。確かに。だから沖縄産が 100% から 5% の落ちた、うん、この効果が、悪い効果がですね、うんうん、男性が30位、女性が3位に落ちた理由だと、うん、一応台風小説では、小説では考えています。あ、それ歩け歩け運動いくらしても、はい、あの長寿日本一世界一にはなりません、うんうんうん、一番は生命の本質であるミネラルを取ることなの。ミネラル、それはですね、ヌチマスに入ってるんです。他の人は、ね、入ってないんです。はいはいはい。もう出て、それ今の話は理にかなってますよね。うん、そうですよね、本当にね、うん、あのほ、まあ何が証明してるかって言ったら、本当にまあ長寿じゃないっていうことが証明してますよね。昔の人はもう今みたいにマクドナルドとか、外食産業もないし、いろいろね、ジャンクフードとかもないし、うんうんうん、もう地産地消しかなかったですからね。そうそうそう、わしはね。いやいや、でもこれはすごいですね。真剣に考えて、はい、食を考えるべきですね。うん、そう、要するにですね、本当言うと食の本質、はい、食の本質、食はどんなして食べるべきもんだと。どんなして食べるべき、うん、今の食の食べ方、どんなして食べてます？え、普通にお腹空いたら口で食べてますよね、はいはい、本当は耳で食べるとか鼻で食べるとかいやいや、僕たちは今あの水道水でご飯炊いてるでしょ、はい、これが間違ってるんです。あ、だから、はい、これが間違ってることはどういうことか、本来は、うん、海で誕生した生命は、うん、朝ご飯食べるときも、昼ご飯食べるときも、夕ご飯食べるときも、海水で食べるときも、うん、口開けたら海水が入ってきてから餌が入ってきた、うんうん、食べ物が、うん、ということは食の原則は海水でご飯を食べることなの、うん、だから昔ので、そんなら、なんで陸に食、あ、生命体が上がったかというと、最初は酸素の誘惑に負けたんです。酸素がたくさんあるということはエネルギーがたくさん使えるという意味なの、うん、で、その時のたまたま陸に生えてた植物は地中に酸ミネラがあったから、地中にちょっと根を張れば海と同じやったミネラが吸収できたんです、うん、だから葉っぱ、幹、枝には海と同じミネラが入っていた、昔ですね、昔は、うん、陸にある。だからあの白植物を食べるだけで、うん、45メートルのカルシウムが取れたわけですよ。あ、あの恐竜もね、うん、あんな大型の草を食べて、今の木食べてて、あれだけのカルシウム取れないんですよ。なるほど。だから昔は陸に食べあるものを食べれば海と同じことができたという意味です。なるほど。これでまた納得しますね。昔のこの恐竜の時代がありますよね、うん、恐竜が住んでた、はい、あの白亜紀っていうんですかね、ジェラキです、ね、ジェラキって言うんですか。いや、あれだけの恐竜が、うん、草だけで、ね、草食なんですよね、とかね、うんうんうん、見たからな、こんなでっかくなるかなと思ってたら、本当にそれだけ栄養分がかなりあったわけですね。植物にあったわけです。ミネラルがとっても豊富だったんですね。なるほど。土に、ね、地中にあったわけですよ。地中に、うんうん、地中にあるから、それを吸収した草木が、そう、要するに、うん、雨は地表のミネラルを溶かして海に持っていった、うん、植物は地中にちょっと根を張れば、うん、またそこらミネラルがたっぷりあった、うん、だからあれだけ大きい木ができた。あ、じゃあですね、その恐竜が絶滅した説っていうのあるじゃないですか。いろいろ隕石が地球にぶつかったとか、氷河期になって、うん、もう植物がなくなったからとかっていろいろあるけど、うんうん、まあ、それもあるわけですね。どん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 ミネラルが、まあ、だから本当は、うん、今隕石が衝突したからっていうのが正しいと言われてるんで、はい、それは認めるにしても、はい、隕石が衝突しなくてもいつかは
ミネラルがなくなる食事になるわけですよ。今のに日本も人間も同じですよ、はい、だから今の畑の野菜は100年も畑やってますよ、うん、それは毎年耕して毎年雨が降るためにそこまで耕したところは水が入っていてミネラルがなくなってるという意味なんです、うんうん、よくあの朝鮮人参とか植えた畑には、うん、もうしばらく何も植えられない、うん、何も育たないって言うじゃないですか、うんうん、で朝鮮人参はものすごい栄養があるから、うん、酒につけて、うん、ね、長寿の酒だよとかって言って、うん、あれはものすごい養分をもう吸収するもう根っこなんですね、あれは。そうそうそう、朝鮮人参っていうのは、はい、だからそれを取った朝鮮人参取った畑にはもう何も生えないぐらいのもう養分がないと。そうなんですよ、植物は地中にあるものを吸って自分を作ってるわけですよ、はいはい、だから中国で漢方っていうのがあるじゃないですか、はい、朝鮮人参も漢方の一つだと思いますけど、はい、なんで日本で漢方薬がなくて、はい、中国であるか。うん、日本はですね、はい、これ小さい島国で、はい、どこの土地調べても大して差がないと、だからどこのものを取ってきても全部どこから取ってきても同じ食べ物なんですよ。とか中国はあんな大きい大陸だから、はい、鉄が多い、銅が多い、亜鉛が多いといろんな地層があるわけですよ、うん、そこで植えられた植物は育った植物は、うん、そのミネラルを吸収して体に固定してるわけです、うん、それをたくさん集めるということはミネラルを集めてること。あ、だからいろんな病に効くわけですよ、はい、だから沖縄のまた逆に言い方すると沖縄の食べ物は全部漢方みたいだと、うんうんうん、言い方変えると沖縄の食べ物は全部のミネラルを人との植物が全部吸ってるという意味です、うん、要するに沖縄にはそれが全部台風のために持ってこられてるから、うん、ここ数年ですね、まあ、オープニングでもちょっと話したんですけど、昔みたいに沖縄本島に台風が直撃しなくなってきてるじゃないですか、うんうんうん、これはある意味危機ですね。じゃあまあ危機ってあるの、まあ確かにねいやな、長い目で見たら、いやいや、ところがだからね、人間は知恵があるから、はい、この危機を乗り切るために抜き回すがあるんです、はい、あ、なるほど、そういうことか。あ、もう必然的にそれはもう生まれてきたわけですね。そうなんですよ。じゃあ社長もこの世に生を受けたのはもうそういう使命があったわけですね。いや、それ使命があったかどうかは分かりませんけどいやいやいや、たまたま、うん、要するに生命は食を取るということは、はい、海の水で取るっていうのが最初の原則だった、うん、海の水でご飯を食べるっていうのが当たり前の誰がも認めるべきこと、はい、で陸に上がった時には海の水で食べただけのミネラルが木の中にあった、うんうんうん、で今の現代の野菜には海の成分が入ってない、入ってない、そしたら食の原則がずれてきてるわけですよ。ああ、はいはいはい、まあ、この辺のね、またいろんなこの野菜でね、もう栄養素が全然違うっていう部分を含めてちょっとまた後半ね話していきたいと思います、はい、一旦 CM ね入ります。日本高松マリさんとかね、日本高松マリさん、
高松、はい、マリーさん、ね、いつもありがとうございます。ありがとうございます、ね、いつも聞いてくださって、ね、その他にまたコメントね入ってましたけど、あのこの場所は、ビーチサイドではなくて、ビアガーデン、ビルの4階からちょっと高台からお届けしてます、はい、ここからは、東シナ海が、一望できて、非常に見晴らしのいいビアガーデンになってます、うん、まあ、見た感じだとこの、あのビーチサイドかなって思ってるかもしれないんですけど、うん、ビルの屋上、ビアガーデンからお伝えしてます、うん、まあ、夏場は、レッツ深呼吸はビアガーデンからお伝えしますんでよろしくお願いします、はい、まあ、今 CM 中ですけどね、うん、あ、今まだ CM 中、まあ、ちょっとツイキャスの方にちょっと、あ、そうですね、はい、多分ね、クジラの話、あ、クジラ、はあはあ、あ、だからあんなにでかくなる。だからなんであの200トンにまでなったか。50メートル国内では世界一になってる。はい、熱深呼吸、今月もね、高橋社長お招きして、持ち回すの不思議、いろいろ今日は台風長寿説を話していただいたんですけど、また、海のね、海洋のこのクジラが、巨大化して、大きいんだけど、なんか食べてるのはまた、ね、プランクトンとかね、ね、とかそうそうそう、これもなんかこう、秘密があるっていうことで、うん、はい、まずですね、はい、クジラは一応哺乳類ですよ、はい、もうそれは皆さん知ってるように、うん、はいはい、一旦は陸に上がったという意味なんですよ、うんうんうん、ところがまた海に戻ったわけです、うん、陸に残ったままの象はせいぜい10トンですよ、うんうんうん、それは象の食べ物は
海水で食べてるんじゃなくて木の葉を食べてるだけですよ、うん、要するに峰が減った木の葉を食べてると草を食べてると、うんはい、とかクジラはまた陸海に戻って海水でご飯を食べるようになったわけですよ、うんうんうん、でそのクジラとゾウの違いはゾウは肺呼吸してる、うんうんうん、クジラも肺呼吸をしてる、うんうん、魚は海の中に住んでいてえら肺呼吸じゃなくてエラ呼吸ですよ、はいうんうん、ということは魚とクジラの差はですね酸素の供給量がどれだけ全然差があるという意味です、うん、で、はいはい、魚とクジラの同じところは海水でご飯を食べてるということです、うんうん水が必要だという、はい、で酸素をたくさん肺呼吸をしているクジラが有利だと、うん、でゾウとクジラの同じところは肺呼吸はしているけどゾウは海水でご飯食べてないと、うんうんうん、それが豊富なまた木も食べてないと、うん、だからミネが不足しているという意味ですよ、うん、その差が陸上で一番大きい海上で海中で一番大きい哺乳類であるそのクジラとの200トンとの差なんです。要するに食の原則はもちろん体が大きくなるということは体を維持する機能もちゃんと働くという意味ですよ。はいね、だから私たち哺乳類はクジラ恐竜が絶滅したときにもうそこにはその陸地にはミネラルがなかったと、うん、ない食べ物に合わせて小さく生きてるわけです、うん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 、だから小さく生きるということはもしかしたら自分たちが発言すあもっと発揮すべき能力まで抑えられてるということですよ、ね、なるほどすごいな、はいちょっと難しいですけど深いですねであの、はい、クジラはですね海にいて、はい、頭が良くなる必要ないんですよ、うん、だって食べ物もいくらでもある、うんうん、なんで頭良くなる必要ありますないですね人間はですね、うん、なんで頭が良くなる必要があったかというと、うん、例えば森林で例えば猿だったとして、うん、どんどんその寒気がなってでそれ極冷化が始まって、うん、森林がなくなっていくわけですよ、うん、食べ物が減るから、うんうん、木の上にいただけの猿だけでは生きていけなくなって地上に降りたわけですよね、うん、そこでこんな小さい体が生きていくために頭を使うしかなかったというんです、うん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 、道具を集めしたり、うんね、やっぱり狩猟民族になったり、うん、農耕民族になったりとか、はい、火を使えるようになったりね、うん、そこの頭が良くなる環境じゃない人間はだったけど、うん、ゾウにとっては人間頭が良くなるあごめんなさいクジラにとっては頭が良くなる理由は何もなかった、うん、食べるものがいくらでも取れた、うん、だからゾウのですか？あ、ごめんなさい、クジラの。クジラの一番の進化、うん。一番の進化。なんだろう。一番の進化？クジラ？あなたの口の大きさは？はい。5センチぐらい？5センチぐらい、はい。クジラは？3メートルぐらいあるでしょ。ああ、はいはい。ああ、そういうことか。クジラは、でっかいですよね、あんな大きい海で口をなるべくたくさん入れてええものを取れるように進化するだけで十分だったわけですよ。ああ、それ以外いらんでしょ。あそれ以外はいらない。頭良くなる必要ないよ。うんうんうん、ね、エネルギーがあるからどんどん大きくなっていったわけです。もう巨体だけどプランクトン食べたりとか本当にそんなにね、なんていうの、魚を取って食べたりとかってしないですから。魚も食べてますよ。それは大きい魚じゃない。大きい魚じゃない。群れ、はいはい、群れは口開けることに入ってきますよ。だからその時必ず海の水を飲んでいた。海水と一緒に食事をしてる。そう。ぬちまーずに入ってるミネラルを必ず取りながら食事していたということ。はい、
だから食の原則を守りたいんだったら、ぬちまーすを入れてご飯炊けばいいだけの話ですよ。こんな簡単なことがどこにありますか。そうだ ねこんな簡単なことがどこにありますか。ただあ、まあ、本当に、ね、その不思議もありますけど、先ほどちょっと戻りますけど、アフリカで住んでる人たちの、まあ、平均寿命が、短いじゃないですか。短いですね。まあ37歳とか40歳ぐらいで亡くなる、はい、まあ、前のデータですけど、はい、まあ日本の場合はもう80何歳とかね、はい、やっぱ倍ぐらいのところもありますよ、ね、はい、ね、生きてるところあるっていう、そういうまあ、ミネラルによって、まあ、短命になったりとか長寿になったりっていうのはやっぱり明確なんですね。もうその辺は。はい、で、なんで女性が長生きかと、なんでか分かります？そのよお腹に膿を持ってるから。そう、要するに腰椎を作るためのミネラルを自分の生きるものと別に持ってるからなんだ。男性よりも多く持ってる。そう、男性よりも多く持ってて、なおかつ閉経するまで、50になるまでは2人分持ってるという意味なの。なるほど。で、男は何かというと、25歳から男は1人ミネラルの吸収効率が悪いんです。もう減る一方ですね。そう、同じご飯、要するに供給されないから、減る一方。で、奥さんは、旦那さんのご飯と自分のご飯同じように作ってるわけですよ。ということは、吸収効率のいい女性は2人分取ってるけど、旦那さんは1人分しか取ってない。その差が寿命の差になるんです。ああ、まあ女性が長生きしますからね。そう、僕はストレスの差だと思ってました。女性はストレスがないわけ。そうそうそう、男性はもう女性、奥さんにビクビクしながら、ストレス、外でもストレス抱えて。早死にしてるのかなと思って。そんな女性を悪者みたいにやめてくださいよ。みんなそうじゃないわ。そうですよ。女性は大事な子孫を残す、はい、大きい働きがあるから褒美として長寿をもらってるわけですよ。社長もっと言ってやれ。進化の原点が女性は長生きさせないといかんというのは、だから女性が閉経後急に骨粗しょう症になってしまうのは、もう開けたら産めなくなったから、いろんなミネラルが得れなくなってから流れていくようなシステムになってるわけです。はい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 、はい、それが骨粗しょう症の原因ですよ。で、更年期障害の原因ですよ。だからそれを遅らそうと思えば、毎日ぬちまーす食べておけばいいんです。よっしゃ。あ、それ60まで一応更年期障害来なくなるわけです。だいたい1日何グラムずつぐらい。まあ10グラムは食べてほしいです、ね、最低10グラムですね、はい、毎日ぬちまーすを、はい、これはぬちまーすは普通の塩と違って、はい、NaCl だけじゃないので、もちろんミネラルがあるので、10グラム食べても7グラムぐらい食べたのと同じです。1000倍円でいい。毎日取ることが大事ですね。そう、自分の寿命、命が大切と思う人は、毎日食べた方がいいと思います。自分の命はどうでもいいと、子供がいる、孫がいるから、自分は早く死んだ方がいいと思う人は、食べなくてもいいと思います。社長ですね、まあ、今月はですね、また、うちの、スポンサーでもあります、プレミアムウォーター、水に関するちょっとお話もゲストさんに聞いたりしてるんですけど、プレミアムウォーターっていうのがですね、今沖縄で飲まれてるのが、阿蘇の南の地下水なんですよ。同じようにヌチマースと同じようにモンドセレクションもで金賞を受賞してるんですけど、こういうのっていうのは、まあ、自然界にある、いろんな、海外から のヨーロッパ の水とかもう全部売られてるじゃないですか、コンビニとかいろんなスーパーとかで。やっぱり日本人は日本人 の水飲んだ方がいいんですかね。まあ、それは中身見ないと分かりませんけど、はい、ただ食の原則は水と
はい、だからそのミネラルがどれだけ減ってるか、うん、それ気になる人はこの水にぬちまつ入れて飲めばいいわけです。そうですよね、うんうんうん、まあ、一応あの地下水の天然水なんでミネラルも豊富に入ってるって言いますけど、まあ、あの数値ではもう 0. 何パーセントとかのもんなんですよ。 0.0 何パーセントって、うんうん、まあ、それにプラスまたぬちまつを入れればもう本当のミネラル海水と同じっていうことですね。要するに、うんうん、さっき言った山脈はミネラルの塊だと言ったのは、はい、こういう地下水は山脈とか岩の間を通ってミネラルを溶かし込んで出てきてるわけだから、はいはい、そうなんですよ、うんうんうん、それが意味があるわけですよ。なるほど、うんうんうん、あ、それでこの、沖縄で、これ流通してるプレミアムウォーターは南阿蘇の地下水なんですよ、うん、だから山脈、はい、ね、そうそうなんですよ。で関東伊北は富士山麓の地下水なんですよ。あ、このプレミアムウォーターの水っていうのは、うん、で成分を調べても南阿蘇の地下水と、富士山の山麓の地下水とほぼ変わらないそうです。うーん、その富士山も、はい、火山で噴き出してきてますから、はい、地中にあったものが噴き出してきてるわけです、はい、だから深くから出てきてそれを降り積もってまた岩石になってるわけですから、はい、そこを雨が溶かすことによってまたミネラルが溶け込んでる、うん、何年何十年もかけてこう地下水まで降りていったのに水にこうミネラルが豊富に溶け込んで含まれてると、はい、いうことです。やっぱりいいわけです、ね、こうやって天然水っていうのは酒とかビールとかも水を選ぶじゃないですか、はい、はいはいはい、そうですね。それは水に溶け込んでいるミネラルが何かによって味が違うから、うん、水だけでは意味がないんです、はい、水というのはどうしても海でもあったように、はい、地球上のミネラルが溶け込んでいることが大事なんです。うん、そこの差が水の差になるわけです。うん、ね、水も塩と同様人間の体には必要ですからね。そうですね、うん、やっぱいい水を飲んだ方がいいってことですよね。はい、はい、うん、そうですね、はい、もう今日もですねもうあっという間に、時間があと2分なんです。うん、最初からまだまだ終わらない話ね。まだまだ来月で、はい、第4回目はシリーズは終了しそうなんですけど、はい、これ続けた方がいいですね。これ続けますよ。社長が来てくれる、社長が来てくれるまでは、はい、やりましょう。シリーズ化してほらほら、はい、社長 OK って、じゃあ、はい、一応来月ではもう話終わりませんから、はい、引き続き、ね、気象のお話をまた、ね、来月はですね、はい、なんで、はい、最初の生命の誕生の話を。あ、生命の誕生。いいですね。これまたすごいですね。はいはい。なんで海に。ありがとうございます。今夜ありがとうございます。はい、うん、来月はですね、高橋社長による生命の誕生の話を聞かせていただきますので。また興味深いですね。はい、また来月も一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、どうも。でね、はい、あと1分ありますけど、はい、またね、年までには、はい、台風が何個か来るはずですから、はい、まあ、皆さんはね、台風とにかく気をつけていただいて。今ですね、はい、台風来ても沖縄の農産物食べてないから意味ないわけですよ。ああ、いや、自然災害でちょっと気をつけてくださいっていうことを言いたいですよ、うん、もう福岡とかでも災害、ね、災害、うん、もう集中豪雨で大変だったじゃないですか、はいはい、で皆さん自然災害に、ね、特に気をつけて、ね、はい、うん、ください、本日もねご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はレジャーホテルかくれんぼクラブ、ワインバーセントマリノ、ビアガーデン B サイド、プレミアムウォーターの提供でお送りいたしました。はい、また来週お届けします。早速ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。